それでは皆さん、今までありがとうございました。最後の出演、行ってまいります。行っちゃいましたね、加藤さん。本当にこれが最後だなんて。まあ、仕方ないだろう、こればっかりは。それよりも加藤さんのファンだって言うなら、ちゃんと見届けておいてやれよ。本当の最後を。何せ一途どころか、今後テレビで見れるかどうか、だからな。2008年にフジテレビに入社し、その美貌とほのぼのとした明るさで多くの人気を集めた看板アナウンサー加藤綾子。カトパンの愛称でも親しまれ、ほんまでっか TV の MC や目覚ましテレビのメインキャスターと名だたる番組の顔として大きな役割を務めた彼女は、2016年4月にフリーに転身後もその人気は健在。スポーツ情報番組スポーツライフヒーローズの MC に、夕方のニュース番組ライブニュースイットのメインキャスターに就任するなど、常に業界の最前線に居続けられるほどに彼女の人気は盤石だった。だからこそ2022年のこのニュースにはきっと多くの人が驚いたことだろう。カトパン9月いっぱいで一途降板？しかもそれどころかしばらく休業って。マジか、普通にショックなんだが。まあ仕方ないんじゃない？セレブな旦那ができてからずっと仕事三昧で、家族の時間が取れてなかったみたいだし、夫婦生活2年目、今後の子供のこととかも考えたらこのタイミングはベストでしょうよ。番組降板とともに告げられた家庭を顧みた加藤の休業宣言。各局にとって人気アナの休業はかなり痛いだろうが、本人の意思を尊重と発表して心よく見送る形となった。ただそれは果たして本当に休業なのか。円満卒業と謳われた彼女の休業の裏にはとある噂が流れていた。ねえ、本当なの？加藤さんの休業することになった理由が家庭の件じゃなくてクビだって。富士だけじゃなくていろんな局の関係者がそう話してるの聞いたんだけど。まあ家庭云々が嘘とは言わないけど、業界的にクビ説はかなり濃厚だよ。使おうかと思って提案しても会議で名前すら挙げられなかったし、全てはあれが原因。人気アナウンサーも旬が過ぎればって言ったところだろうよ。正直なところを言えば旬に関係なく、彼女自身の人気の高さとは裏腹にアナウンサーとしての地位は盤石どころか常に崖っぷち。業界では人気アナウンサーとして高い格を持っていた彼女なのだが、そうとは思えないほどに低視聴率クイーンとして悪名が轟いていたのだ。その証拠にフリーに転身してもなお人気なのだと思われたスポーツライフヒーローズでは、加藤さんの番組を終了させる？本気ですか？当たり前だろう。23時台とはいえ平均視聴率 2% 前後で、よくても 3% とずっと低迷状態。同時間帯にある日テレのゴーイングと比べたら実に倍近く離されている。いかに前社長が加藤の慰労と関係継続を考えて作った番組とはいえ、この山頂ではもう特別扱いはできないぞ。ただでさえ1回25万円のタクシー代付きと普通のフリーとはかけ離れた待遇をしているのだからな。仏の顔も3度まで。そういうことだ。わかりました。こうして全く活躍できなかった中、局が高いギャラを払い続けることは難しくなり、フリーとなって初の冠番組はたった2年で打ち切り、忖度がなければもっと早かったかもしれない。そしてゴールデン帯で絶大な人気を持ち、長寿番組としてお茶の間の当たり前になっていたほんまでっか TV でもそう。休業を宣言するよりも前に12年半もかけられていたはしごが突如として外されることが決定していたのだ。 MC 降板ですか？ああ、4月から局アナを使いたくてな。番組に新しい風を吹かせるためにもこれはどうしても行いたい。受け入れてくれるか？そうですね。12年半も勤めていたので悲しくないと言ったら嘘になりますけど、フリーなのにここまでやらせていただいたことに感謝しています。今までありがとうございました。はあ、やっと肩の荷が下りたな。
これでようやく番組をいい方向に持っていけるぞ。こんな強引な方法、本当にとってよかったんですか？これまでの義理というか、なんというか。共演者同士ならともかく、番組は義理だけじゃ食っていけないのよ。それにもともとフリーになった段階で変えるつもりだったんだ。それをさんまさんがお気に入りだったからってできなかっただけで。けど彼女が結婚したことでその深い関係性も終了。そこを気にする必要はなくなったというわけだ。それに今の本間鉄火に彼女を雇えるだけの力は残っていないしな。出演者が多くて制作費がかなりかさむ中で視聴率がずっと低迷状態ですからね。ただでさえさんまさんのギャラはバカ高いですし、経費削減を考えるのなら加藤さん外しは合理的判断ですか？その通り。今の状態でこれ以上加藤さんに年間数千万の経費をかけるのは土台無理な話。これからは次世代エースに頑張ってもらうとしよう。そして本間鉄火の低視聴率による加藤の降板は一途でも同様。3年以上もやりながら視聴率は 3% 前後で、ひどい時は 1% 台と前代未聞の低さを記録。夕方のニュースでは民放4局中最下位と無残な結果を残してしまった今、経費削減の中の富士が加藤を切ることはなんだ不思議なことではない。加藤には申し訳ないが、フリーの穴に1本100万円の高額ギャラを支払い続けることは難しいのでな。加藤のファンが多いと言われる年齢層ですら一等ほとんど見ていないことが判明した今、使い続ける理由はどこにもない。ゆっくり休んでくれ。スポーツライフヒーローズ、本間鉄火、そしてイットとそれぞれのレギュラー番組でことごとく低視聴率を叩き出してしまった加藤。そんな状態では首を切られても致し方なしだろう。また休業の理由が家庭のためではないという証拠が確かに存在しており。おはようございます。おはようございます。で、加藤さん、なんで局に？あれ、知らないの？今加藤さんいろんなところに売り込みに行ってるみたいよ。さんまさんにも近づいてパネラー出演も頼んだとか、知人を頼って視聴率低下中のポップアップの曜日パーソナリティの出演交渉をしてるとか、ラビットにも曜日コメンテーターとして売り込んで MC の座ももくろんでるみたい。マジかよ。自分で休業宣言しといて裏でそんなことやってたのか。ま、結果はオファーゼロと芳しくないようだけどね。それだけ彼女の影響力は悪い意味で大きいということでしょ。女子アナとしてのスキルは超一級だが、若さも求められる業種であるがゆえに、そもそものポジション確保にはかなり難航してしまう。そこに視聴率を持っていないアナというイメージが定着しているのだから、各局が使いたがらないのも当然だろう。あくまで表向きは休業中の今だが、復帰となった頃にこの現状で彼女が座る椅子はあるのか。彼女が返り咲けるルートは限りなく少なく細い。カトパンほど気が利いて回しがうまい女子アナってそういないと思うんだけど、それでも低視聴率なの？歯に衣着さず言わせてもらうなら、女子アナって女性タレントのような仕事でもあるからね。どれだけスキルがあっても年々視聴率が落ちていくのは仕方ないことなのかも。じゃあピチピチギャルの私を雇いなさいよ。確かに赤ずきんちゃんなら国民的人気アナウンサーになれるんじゃ。速報です。議会の最中にクソがアンチみたいな歯に気抜きせろ。こらん